本日紹介させていただくのはトワイスツイさん。素晴らしい方ですね。トワイスツイさんは、トワイスでは唯一の台湾出身者で、一番年齢が若く、一番背が高い、何かと目立つ存在です。トワイスでの担当はリードダンサーを務めています。パッチリとした目が、映画、スターウォーズシリーズに出てくる伝説のジェダイマスター、ヨーダ。 に似ていることからヨーダの愛称で親しまれています幼い頃からダンス教室に通っていたついですが人生が一変したのは中学2年生の時ですダンス教室が youtube に上げていた発表会の動画が jyp のスカウトの目に留まり台湾でスカウトされますそしてその年に単身韓国へ渡り jyp の練習生となりました 当時は中国語しか話すことができず、他の練習生と全くコミュニケーションが取れずかなり苦労したようです。ちなみに、中学2年生の時に台湾のプシン中学を退学した後、韓国の中学校に入学していません。台湾でも中学生までは義務教育のはずですが、日本と比べると制度がかなり緩いようで、なぜか通わなくてもよかったようです。 2015年に JYP のシンガールズグループのメンバーを専攻するサバイバルオーディション番組「ックスティーンに参加します視聴者投票で1位獲得していた将来性を買われ追加合格となりますそして同年10月ダヒョン・ジヒョ・ナヨンなどとともに TWICE のメンバーとしてデビューしましたこれからも TWICE さんの活躍を期待しましょういかがでしたか このチャンネルでは、女優、アイドル、モデル、有名人などを紹介しております。よかったらチャンネル登録お願いします。